こんにちは。そう、バス釣りについてだいぶね片手がルアーの感じでちょっと変わったルアーな、うん、お前新商品だいぶ入荷したらしいやないか。いや新商品じゃなくてこれだいぶ前にやって買ったやつだこれ。だいぶ前か。うん、このとこ釣り行ってないんで。釣り行ってないのか。もう映画ばっかだこっちは、うん、映画映画のじゃない映画か。映画本職が映画館だよ。映画のことしかやってないけど映画館とかな今かな。ああ結構いいのある。いい映画撮ったらよ。またこれ何4枚のブレード珍しいやろ。ああどうなんだろうなこれ。まあだから今ネストの時期やろ。うん、プリソン時期だろう。あれ撮るのかな。なんかお前やっぱこれじゃねえかこれ。スパイロン 3.8インチ。今スパイロンも強いけどな。そこそこ。ああスパーヒロンの 3.8 インチ結構強いです。これぐらいでかい方がでかいの釣れるでしょ。やっぱり小さいのはね、小さいのしか食わない。でかいやつで。でかいやつでやる。これスパイロン。これなんだこれ。ギル。知らんのこれ。ギルフラット。知らんの。知らなかった。これはやばいやつ。ギルフラット一世の。一世な。これは。お前一世ちょっと釣れそうにないって言ってなかったか。何が。一世のルアー。うん、ちょっと好みじゃねえんだ。ただ、うん、これは特別。釣れる？釣ったことある？いやお前な、うん、要するに、うん、あのメーカーのイメージじゃなくて、うん、ルアーで俺は選ぶんだよ。だからメーカーが好きだからそこのルアーは全部好きなんていうマインドコントロールされたくねえんだよ。ちょっとよくわかんないな。要するに、うん、一世っていうブランドのルアーほとんど持ってないんだけど、うん、こいつだけは別格だから買ったの。あ別格なの。ギルフラット知らんの。うん、ブルフラットは知ってる。いやだから全く違う。ハンバーガーなんかここ目までついちゃうんだよ。おお結構ね。ただねフッキングがあれだから結構大きい針使った方がいいかもこれは。まあ、これをねこういうふわふわっていろんなセッティング方法あるんだけど、これメロンになってるの。ここがメロン。メロンカットって言って今回世界初なの。いいね。うん、だからこのメロンカットの部分に関しては結構本当にこれオオサンショウウオをしのぐかもしれないよ。ここ超えてる可能性もあるな。うん、でこうやって2つの釣り方こういう縦で泳がしたり、うん、俺は逆に新しい付け方を開発したんだけど、うん、逆にこうやって寝かすことによってこう横のこうボタムジャクシ的な動かし方のリーグを作っちゃってやっちゃう。うん、スタッカーワイドみたいな感じだ。めちゃめちゃ釣れるこれ。よしこれやろう。やろうこれ。もうでかい針あるから、うん、でかい針やろうこれやって。それでデサーダ正直デサーダのことデサーダはいいよこれ。デサーダも釣れるけど。おい！なんだ？何？なんて普通の声張り上げたわ今。これ釣れるわ。何何？釣れるやつじゃねえこれ。お前オオサンショウウオだろ。オオサンショウウオ。最近怒られるんだよ。何？あのこれのことなんで広めたのって。なんで？ああ。いやだから釣れすぎるわなのでシルクレットにしとってくれって言われたのよ。ああそうなんだ。これ以上オオサンショウのこと言わないでくれって言われたけど俺そんな関係ねえ。ああ関係ないよ。釣れるものは釣れる。釣れるからね、うん、釣れるものは世に広めていかないと。うん、だから下手なルアー俺らの使命だよ、ね、だよな使命、うん、使命です。だから下手なさルアーをさ、うん、言えないわけよ。これがあるからこれに勝てるわもないじゃん。まあなあこれないだろ。これこれ食わなかった買ったことないからね本当。これはめちゃめちゃやばいだろオオサンショウ。明日もこれで釣ったろ。明日映画だからね。映画撮影だからね。映画プリズモン2。これベローズスティック。俺これ使いたかったんだ。ほんとベロスピー、うん、これ持ってたら持ってるから。うん、これ前やったやつだね。これ何やった。これお前とやってなんかそれ手がギャーって言ったやつやね。あこれはダメ。手が痛くなったやつだ。これダメ。刺激臭が刺激臭だ。毒入れだ。何ベロスティック。あ一緒か。一緒の色じゃん。いや違う、うん、スカッパノンとシークレットクロー、うん、似てるけど何が違うか分かんねえな、うん、これ今も同じだよ、うん、あの今日ねあれキーピアスと行って結構いろんなルアー見たけど、うん、そうだね、うん、ピンとくるルアーあった、うん、ピンとくるルアー、うん、やっぱねどれも こういう系見てたら、うん、ブルーラットがやっぱ一番有名になってるじゃん、うん、これがね、うんうんうん、これになんかちょっとちょいちょいっと加えてオリジナルっぽくしてるみたいなのが多かったかな、やっぱり。なるほど。流行りなんじゃないやっぱこれ。こういうのが ね、うん、まあブルーラットもでもみんながやりすぎると釣れなくなるからな。釣れなくなるよな、うん、だからオオサンショウだ今は。オオサンショウ透明はカットテールね。
定番のカットテール、これカットテールこれ釣れるよ。俺ね、あんまりね、カットテール使わないんだよ。飽きてきたっていうか。これ知ってる？ここに何これ。黒豆ヘッド。黒豆ヘッド、おこれやべえぞ。アームが先にゾーンと。だからフォールの、あの冬の時期とかさ、うん、本当に渋い、食いが渋い時あるんだよ。そのスピードでリアクションでな、リアクションズドーンと落としてる。リアクションこう、こうだな、おおこうだな。そうそう、冬の釣りで釣れない時にこれでスイッチ入れるの、うん、ストレートの速いスピード。車目と明日どうだろうな、どう冬から春にこう、結局オチは俺は、うん、まあ、ね、猫だろうな今一番結局釣れてるのは。なん、猫、猫、猫リグな、猫リグ、スナックレス猫、うん、スナックレス猫で攻めて、あとオオサンショウウオの、うん、まああの誘い方やって、うん、まあその2点だけに逆に特化した方が釣れるだろうね。あ、なるほどな。 数はね、スナックレス猫な、スナックレス猫ちょっとあんまり分かんないけど、知らんもん。スナックレス猫だよ、スナックレス猫でいこう、うん、これ脇ワンもあるんだけど、これ、まあ、ミーブルの、ミーブルかマイブルかちょっと知らないんだけど、これ前も言ったかな、ダブルホイップだ、ダブルウィップ、前も言った、これ前全部見たやつだ、これ見たやつなの、もうワンパターンだよ、うん、あれから買ってないんだよ、これがいいと思う、あらぱら、うん、買ってまだ使ってないんだけど、うん、これちょっと明日これ使わせて、明日これ使わせて、持ってくか、うん、ドクターマーチの一緒に持ってくか、嬉しげにこれやって、うん、ガンガンするのやっぱこれでしょうね、うん、それがあると結構ね、いやこれ便利だと思うけど、これすごく、いやだからそういうの持ってない釣り人の人はちょっとあのさ、能率って思わない、うん、効率、効率だから、その中に最低限だけって車から離れてやつはそうだ ねおかっぱりでやっててさ、わざわざ車に戻ったり俺前してたの、うん、で能率が悪いなと思って、その中に最低限のハサミと、うん、あの重りと最低限いろいろすられとけば、その場でちょいちょいちょいってやって、ちょいちょいってやる時間の無駄を、あれこうかこれ何これこうだな、腰でもいいし何でもいい、腰につく感じしない、まあ、何でもいいんだよ、巻いちゃえ口、まあいい、能率大事だよね、能率大事だよこれ、うん、なんか能率ができてなかったら意味がないから、いいわこれ、うん、ジャパラって何か入る、あ、ほんとだ、こうこれ、何がやりたいんだ、結構あの自意識過剰なとこあるよねあなたね、うんうん、これ何、これ何知らんのこれ、セミじゃんこれ、明日セミ使ってみるか、だからあの今の時期トップで出るっていうのは結構きついと思うんだよ、ただ反射で食う個体もおるから、浮いて浮いてきてたらね、大新虫、大しデカ新虫、うん、いいんじゃないこれ、うん、綺麗だろ、食うかなこれ、見てみや、だからそういうのは結構本当リアクションで出るから、これこうなるのかなやっぱ、そう昔のあのクレイジークローラーみたいな、うん、うん、俺クレイジークローラー使ってたからね、これ知ってる、あ、使ってた、知ったことある、あるよ2回ぐらい、あ、クレクロで、んクレクロで、うん、やるな、夜にバッと、うん、まあ俺はこういうのを持っとったりしたね、今売ってないって何それ、 M65 ゲーニークラングみたいやろ、これ俺の指にぶっ刺さったから気をつけ、危ない、サクサクフックで病院行ったこれで、そうなの、指にぶっ刺さった、あ、これ売ってないの、売ってない、ゲイリークランクに似てるやろ、うん、リアレスのゲイリークランクっぽい形、うん、ゲイリークランクっぽい、確かに、うん、これ M45 とか村田シリーズ、ん、ね、村田はじめさんの村田の M、 あ、そうなの、村田62みたいな、これめちゃくちゃ釣れる、なんで売ってないの、あ、売ってる売ってる、ごめんごめん、あのゲイリーが売ってる、これを釣れるんだ、いいの、うん、これはマジでガチガチで、これ明日持って出る、これ、うん、これはないかな、クランク持ってく、持ってこ、で、これ持ってこ、持ってこ、持ってこ、これな、じゃあこの中にちょっと最低限持ってこ、持ってこ、あとこれだな、3D、 あの 3D はいつも使ってんじゃん、お前 3D 大好きだもんな、釣れるもん、うん、だからヨウズリのドアめちゃくちゃ釣れるからね、みんな知らないけど、うん、みんな知らないだけなんで、これだけ使っとけんじゃん、特別にちょっと待って、紹介したいルアーとかね、うん、あれ、パタリオンがあるじゃない、パタリオン、パタリオン、これか、いや、その上、これか、そうそうそう、これやばいよ、メガバス、今日メガバスブース行っただろ、行ったね、うん、で、お前メガバス、あったね、これメガバスのなんか、お前女の子ばかりずじろじろ見とったろ、これ、これ、メガバスです、メガバスで見とれて、メガバスです、いや、見つけ、いや、違う、ジャッカル、ジャッカルのお姉ちゃん、ジャッカルのお姉ちゃん、
気に入った。ジャッカルの姉ちゃんのマイクロミニがもうたまらない。サインもらったから。サインはもうちょっと恥ずかしいから言えない。本当写真撮ってくれたから言えないの。言えない言えない本当、うん、言えないタイプ。元バレたらダメだからちょっと本当菊池が知らないだろお前のこと。菊池が来たとか思われて知らないだろ。満点だよなめがわさん、うん、これ釣ったことないんだよな。いや釣れそうだよこれでも。それも釣れるで有名らしいよ結構ね。有名なんだけど俺釣れたことない。使ったことあるの。うん使ったことはあるあるよ。あるあるあ る, ある何回も投げてるけど首輪子きついからね。あーまあな、なんかスパイロンスパイロンねスパイロン、なんか同じのばっかりやもんね、うん、前やったやつなんだよこれ。全部やったんだよ俺が初任賞から。あそうなの。全部だもんでちょっと飽きてるとか。なんか同じやつばっかりだ、ね、いや俺からすると、うんワンテンワンテンそれもやったことあるだろ。 やったのかな。俺もう記憶力ないからもう全部やったことあるやつばっかなんだ。そうかそうか。その白い紙袋の中これ左これあそれその中に何かあるかもな。お前が見たことないのは。それもやばいっすよ。それでかいね。でかい。うんでかいのも結構最近釣れてるよ。まあね、うん、俺も釣ってるし。あ、釣ったでかいので。釣ってる釣ってるこれ、うん、ああ、パタリオンね。あ、これもパタリオン。うん、パタリオンな、うんうん、これいいんじゃない。どれ。ああよお前知っとるこれ。ボトムアッププラップスイマー。プラップスイマー貸して見せて見せて。プラップスイマーだからこれはやばいんだよ。今日おったやろ河村幸太郎さん。おったやろ。スナックレス猫です。スナックレス猫。スナックレス猫です。これめちゃめちゃやばいってマジで。おったね河村幸太郎、うん、俺ねこのねネズミ色っぽいのが俺ら結構好きじゃん、うん、結構ね河村幸太郎さんのこのファイトアップこの色がワーム多いんだよね。あそうなの、うん、だからまあこれがやっぱ釣れるってことの証明。この色いいよ、うん、もう好きだね俺ら。だってもうあれじゃん高校1年生の頃からこの色ばっかだったもんね。この色ばっかり。まあ昔だからここまで綺麗じゃないけど、うんネズミ色な。ネズミ色ばっかだったね一番釣れたのが。そうそうそう。カラーやったもんな。あの赤とグリーンと全部投げてってデータ取ったよな。うん全部これしか釣れない。で一番釣れたらネズミだったんだよな。赤とかいろいろ使ったけどグリーンとかも使ったけどネズミが一番釣れたよな、うん、これ一番釣れるカラーなんだよどこでも。持ってこ持ってく本当にでもそうだよね。出た。あーこれは出たんじゃない。バイズシュリンプ、うん、こいつはやばいね。ブーム来たよなそれな。来たよバイズシュリンプ持ってこうか。ああ持ってこうか。これは忘れとった。ああもう困った時のバイズシュリンプだお前。この間も釣れたよな四国で。四国でも来たじゃんこれ。でっかいの結構来たよねこれでね。つかでかいの釣れる確率高くない。明日の映画撮影向けてちょっと。そうだね。頼むわ、うん、これも釣れそう。ヤーマンスティック持っていく持っていく釣れるよヤーマンは。ジークラックヤーマンスティック。何がヤーマンスティック積んでる。もう積んでないかな、うん、持っていくヤーマンも、うん、ああそんなこと持ってる。あとこれなこれはこれなかったバラプスイマーなかったらお前バラプスイマー釣りなんないんだろ。ハイドアップこれはスナップレスネグ猫スナックレス猫スナックレス猫スナックレス猫それ俺もよく知らんのこういう猫リグだよ リグなんだ。そこになんかスナックレスの猫なんてスナックレス猫だ。ブルフラットだと思持っていくスパイロンでかい。スパイロンね。よっしゃこんなもんでいい。最後なんか忘れ物ない。忘れ物これがいるんじゃない。レーサム。何それ。めちゃめちゃ長いやつ。いやいやいらない。なんでよそれが釣れるんだよプリスボーンの時期。や開けてみや一個取り出してみて。長いやつだな。微振動でこれマジで釣れるってインパクトなんて釣りなんだよ。ああ、なんか釣れる気しないんごめん。いやだからこれって要するに50アップだけなの。だから真ん中にネコリグで使うのかなこれ。なんでもいい、まあ、オフセットフックでもこんな飲み込んじゃうから簡単に。まあこの辺に適当につけてこうやってクリクリクリってやるとこれがちょちょ曲がってるの見える。うん、まあ、分かるだから本当にビシンドこびゅーってやってくれるの。止めといてビシンドで聞けるって。もうネコリグでやってみようかな。めちゃめちゃ釣れるぞこれ。わかった。やってみよう。マジで。でかいの食ったらでかい。うん、50アップのみ。ちょっと明日これでスナックレス猫。スナックレス猫。川村幸太郎さん。最後にこれやっとくか。
サマークロー、うん、サマークロー、いいサマークローっていうのこれ昔のあのダブルフリップ、ダブルフリップ、まだそれで釣ったことないんだけど、ワッキーワーム、ワッキーワーム、ワッキーワーム、これワッキーワームだよね、ワッキーワームの、ね、形がだいぶ似てるけどな、あの釣ったことない、あんま投げてないから、ね、こんなやつであのエバーグリーンから出てたやつ、あ、ほんと、うん、なんてやつか忘れたけど、あれも釣れるよ、あ、マジで、これ持ってこう、これはいらんかも、うん、これもあ入ってるよ。バーっとこれ。こればっかり入ってんのこれ。こればっかり。これ持ってるよね。あ持っていく。これワンテント。ああ持っていく。こんだけあったら大丈夫。これはお前。何それ何それ。リバイバルシャットだよ知らんの。リバイバルシャット。知らんの。おお知らんかった知らんかった。リバシャ知らないの。うん。ちょっと一個出してみよう。これやばいやばいやばいらしいこれ。見てみて。おおやっべえこれ。やべえこれ。これデスラダーみたいなこの尻尾の振りがちょっとやばいでしょ。やべえやべえ。リバイバルシャット。なんかもちろんいるとこ投げなきゃ釣れないけど、匂いもいいでしょ。ジークラック買ってるね。ジークラック今日、うん、うん。出しとったよ。いや俺あのブランドとかに左右されないからいいものを買う。おう、うん。あのブランドだからとかそういうこだわりはない。おいいもの釣れるもの。まあね。こういうやつ。これはさっきのやつこれ大きくないギルフラッギルフラットスイマー、うん、持ってったいやただ、うん、本当にカズ釣りしたくないお前んカズ釣りしたいカズ釣りもしたいね時はこういうの使うブテールシャットブテールシャットこれもう特に3インチが普段は釣れるんだよ数があそうなんだプリの時期はこの4インチでアピールでプリね数が出るプリはこれ来るよねそれ来ると思うよ来るよねこれね、うん、純粋に正直言ってっ、まあ、デスアダーのトゥイッチングが強いかなと思ってる俺はトゥイッチがねで、うん、この時期っていうのはこの赤にあの子供を産むじゃないですか、うん、だから赤色を見ると目の色変わって食いついてくるおこの時期はこの時期はザリガニの脱皮の時期と重なるからおレッドグリッド、うん、だからザリガニがの脱皮の時期と重なってこの3月の時のプリの時期は赤色のザリのあれの脱皮の時でドーンと吸っちゃえるって有名な話本当に本当だよおこれ有名なの四国ザリガニいないからねマジで四国ザリガニいないんだよ、うん、ああやばいやばいやばいの出たやばいの出たこれ睡眠シュリンプやばいのそれこれはやばいだろベイトベイトビジネスの軽量リングいらんこれこれちょっと明日いらないこれこれでかいのねヘビトンボこれムカデみたいなやつヘビトンボだよあ形が好みじゃないな、俺な気持ちが悪い気持ち悪いいや、これ釣れるよ本当うん、しかもこれは日光の、うん、なんだろうもうあんまり売ってないやつだな、これ溶けるやつ、その自然に帰るみたいなあエコな、エコ確かエカだったと思うよ、これ違ったかなエコ的なやつあ、そうだこれ戻した知らんいっぱい買ったんじゃない、これ残ったのバカだからこれいるぞこれブレーバなああブレーバ釣れるブレーバ 5.7 インチこれでまあ去年結構数出してるからあそう50をヒットネコリブでね40昨日言ってたんよ今日か今日うんやっぱこの時期はネコリブですねえっとった言っとっただろ断片的にしか聞いてないからこう切り取って言ってああ本人から河村幸太郎さんキープキャストで聞いた聞いたああストーカーのように見てたいやこれ切り取って一部分しか見てないから、うん、ネコリグですねっていうのが聞こえてきたから、うん、今はやっぱりネコリグその話よく聞いてなかった春はネコリグですねっていうそこだけスナックですねこそこだけしか頭に入ってないじゃあマジでやばいからこのブレーバー俺去年これで本当にねボートでも動画にしてない部分でも50アップもかなり50分以上出してんじゃないかなああ本当本当本当だってもう50本以上すごいね50分で効かんかもすごい、ね、40アップなんかさ100匹超えてるよあすごいね入り食いだよどうもたまには動画にだからもう最近も動画にしないような感じ動画にしろ趣味でやってるような感じな趣味な趣味の部分あるよね別にさ動画にして金にしたいわけでもないじゃん俺らまあね動画にしてどうだっていうのもそれ限度あるじゃん何ロザンテこれが釣れるんだよ釣ったことねえんだ俺まあ一回ね40ぐらいのね、うん、あの誤算でねバラして、ね、持ってけロザンテもこのカラー釣れるよスナックレスネコうんロザンテのスナックレスネコが釣れるもん結構だから
まあこれ定番のこういう陽一山線香のフィッチングでも山線香も釣れるし、ね、山線香はもう定番すぎるから違う釣りがいい。でもオオサンショウウオ一本でいいんじゃない。だからあるまだ。じゃあオオサンショウウオこの時期がこれがいい。スパイニークロウ、スパイニークロウ、スパイニークロウ、うん、でそこに落としてこうこのブツブツがいいんだよね。これ微振動がいいよ。こうやって微振動釣れるよ。いいよもういいよ。微振動な、これが釣れるんだよマジで。こういう感じの、なんかちょっとよくわかんないけど、うん、微振動がお前来るぞ。微振動が、微振動来るか、やばいぞお前。このね、駆動エクスプレスっていうこのなんていうのかな、バス用じゃない、あのこういうのも結構俺は好きかな。バス用じゃないんだ、トラウト用なんだけど、あの全然バスでも釣れる。釣れるだろうね、うん、ちょっと軽いんじゃないのこういうやつって。やっぱり軽いから。そうだね、ライトリグで、うん、結構だからまあ数は出たよ去年も。あ、ほんと、うん、すごいな。まあ40アップがアベレージみたいな感じで、あ結構アベレ40ね、アベレージ40、アベ40、55が出たかな1匹。あーすごいな、うん、トップ出たかな。着水バイト、着水バイト、うん、あすごいね。何じゃ、俺さ結構さサイズに恵まれないとこあんのよ。55ぐらいじゃ出ない。違う違う、俺6まで釣ったことないんだよ、こんだけ数釣ってて。うん、あそうないんだよ。だから逆に奇跡だよ。だから年間さ50アップバンバン最近上げてんじゃん、うん、お互い、うん、で去年何匹釣ったかな、50アップで多分200匹超えてると思う。おお、毎日だな、うん、1日5本10本釣るから。ああそうか、釣る時7本とか50アップ出る、うん、出すから最高出たな。 それでも外してんだ俺、うん、60を。だから逆にエラーうまいんじゃねえかなって。6に縁がない男なんだけど、最高が50、7はあるんだったっけ、58、7はない、58.5、 58.5 までなんだよ。だから6の価値っていうのがまた俺の中で高まってるとこあるかな。あ、俺6超えて7があるんかと思った。ないな、嘘は分かんないな。あかんか、40アップなんか去年なんか最高に釣ったね。もうすごいな、うん、俺も釣りたいよ。300匹400匹ぐらい釣ったんだよね40アップに関しては。俺も300ぐらいな、俺やな、400ぐらい行きたいな。コツだで、あんなもん。これ初めて見た。何これ初めて見た。これかウエリのこれ。ああ、これはね、あの黒系のやつで、まあ昔からやつなんだよこれ。あ、昔からある、うん、初めて見たよ。ザリガニ系のやつで、うん、まあこれも強えよ。強い、そりゃ強いよお前。ちょっと見せてくれ。そりゃ強いよそれ。まあまあ強いやつ、強い個体だ、うん、おー。だからまあ擦れてるじゃん俺らが行くフィールド、うん、で、だから擦れてないフィールドだったらさ、まあ四国バン行ったようなフィールドだったら結構何でも釣れるとかあるんだけど、釣れてるフィードルに関してはみんなが使ってないルアーを時折入れてあげるっていうのも技術だよね。そうだな、うん、クロダッド、うん、クロダッド、ちょっとなんか匂いが臭いな、古いからな、うん、ちょっとあのゴムの腐った匂いがする。あ、マジで、うん、それ何ん、これは普通のドライブスティックです。あ、ドラ、あ、これ持ってかないの、ドライブスティック。俺釣ったことないんだ、ドライブスティックで。ないの？2回しか釣ったことない。これ釣れるよマジで。俺50これ何本あげたかな、去年出た。50出たよ。ファットの方がでも、ファットの方がでもサイズ出るじゃん。うん、50出るよ。じゃあ、ファットじゃない方もある。これファットだけど、ファットの方が、うん、平均50。サイズが5センチ上がる感じするよな。まあ、普通のドライブスティックと、これファットの方なんだけど。ファットは結構、だからサイズは出すのあるんだよ。ごめん、ファットって分かってなかった。分かってなかった。ファットもあるんだよ。うん、ファットもあるんだな。ファットがあることを知らなかった。知らなかった。まあ、素人やな、まだ。区別がついてなかった。でもラパラは良くない。ラパラどこにある？ラパラ。ラパラ見せてみろ。シャドーラップ。結構ラパラ舐めてる人も多くない？ラパラ舐めてる人いるの？っていうかラパラ投げない人も多いだろうね。ジャークベイトじゃラパラのこれしかも。シャットラップジャークベイト。そうだよ。で、俺も最近さ、こういうさ、こういうケージのミノでさ、2000円超えてる価格帯の商品多いじゃん。うん、多いね。俺ああいうの腹立ってんだよもう。あ、そう。1300円で釣れるのに。騙さないで子供たちをって言いたいのね。1300円だけどめちゃめちゃ強いのこれ。ラパラツイッチ入れまくる、ね、ツイッチングで、うん、釣れるねこれはね。もうもちろんシャドラップはもうほんと最強って言われてるから釣れますよ。おい
ということで今回キープキャスト、そして明日映画プリスボーン撮影に向けて、あの菊池さんから最後言いたいことあったらどんどん聞いておきます。まずね、うん、キープキャスト、うん、しょうもないわ。ちょっとやめてそういうって言わんでやめて。俺は、うん、あんたと違うの。俺は違う。あのね、俺も人を批判とかしないタイプ。みんなと、だから戦争になるじゃん、うん、まあまあね、まあ待ってちょっと、うん、だから国家間の戦争まで行くの、うん、今の批判から火種になって、あ、火種な、俺はだからそ、今火種投げたな、投げた、お前、お前が俺投げたな、投げた、みんな仲間だから、仲間だよ、そうだから一緒に釣り人でみんな仲間になれたら、うん、本当にいいよなって思いで俺はやってるから、ちょっとそれはごめんごめんごめん、あ、もうずれるったとこあるかな。じゃあもう一回、うん、いいよ。キープキャスト良かったですね、すごい良かったですね、良かったよな、結構だから本当に釣り好きの人集まったじゃん。釣り好きの人集まってる、うん、で結構さ、まあ俺なんかもまあ本当の人から言ったらまあにわかなんだけど、うん、あのにわかだ、まあね、俺なんかにわかで下手なんだけど、本当に釣り好きっていう人がいたじゃん、まあ、そういう人にやっぱり俺もある意味リスペクト感じる。にわかでやってるとさ、うん、にわかなくせに知ったかぶりしてるやつかっこ悪いじゃん。あ、かっこ悪いそれな、何やこのクソにわかかって思うよ、ね、うん、だけどちょっと俺の知ってます感出すのかっこ悪いじゃん。それダメだ ね、やっぱり本気でやってる人見たら俺らも認めるみたいなあるやん、うんうん、キープキャストキープな、まあ、だけど俺でもいろんな人見たけどさ、うん、まあ、ただ彼らは彼らのことで俺もちろんリスペクトしてるんだけど、やっぱなんか最後は、うん、まあ、俺より下って感じはしたわな、どっかで人間としてな、人間としてか、ああ、何かが足りないぞ、な、何か足りない、あとちょいだぞって応援したかったなみんな、うん、結局な、結局何が言いたいのかよくわかんないけど、ね、結局ただ適当なこと喋りたいだけなの、いやだから結局もうあと一歩だぞって言いたかった、みんなに分かる、分かる、応援してる意味よ、うん、もちろんリスペクトはしてんだよ、うん、リスペクトしてるんだけど、うん、あともうちょっと こうやったらもっと良くなるぜって声かけてやりたかったから、うんうん、あとちょっとだぞっていじったったらいいな、何が、いや、いじるとかそういうバカにするんじゃない、うん、応援する感じ、ここ後ろからこう押してあげる感じ、そういじるんじゃないの、アドバイス送ったらいいんだよ、あ、支えてあげる感じだな、だからそれ自分より下だから全部が、ケツ押すんだろうな、違う違う、全部が下の人間の集まりだから、で俺が支えたらいいかなと、その立ち位置におるんだ、お前かな、お支えてやれ、支えてやるっていうか、もう応援してるんだな、そういう意味合いで生きとるな俺は、まあ、今日ほとんど応援しとったからな俺もね、言ってなあ、そうか、うん、メーカーの人間から全部応援しとった俺は、頑張れよってな、その聞いて、あの今、いや待って待って、メーカーさんも今の気持ち多分嬉しいと思うね、うんうん、応援に行ったんだから今日、そう1500円けなしてるとかそういうわけじゃない、そうだよ、1500円払ってわざわざキープキャストに、そうだよな、応援し、金払ってよ、応援しに行った、うん、ただ券持ってたのに結局持って行き忘れてね、また買って、うん、チケット、うんうん、いやそれも俺たちの礼儀、うん、そうだよ、逆に別にいいよ、応援したい、いい、うん、お金、うん、だから金でやってるわけじゃないじゃん別に、そうだよ、お金儲けとかで俺らやってないんじゃん、やってないよ、別に儲かってないじゃん、そういうとこあるよな、うん、だから別にタダ券がどうのとか俺らが儲けたい何を売りたいって言うないから、ただ YouTuber ってさ、そうじゃない、俺思うよ、何何、YouTuber のいいとこってさ、うん、その金儲けっていうとか生活ももちろんあるんだけど、うん、それだとやっぱ嘘入るじゃん、どっかちょっともったりしちゃうじゃん、おうおう、儲けるために売るために、いや盛らないよ、俺じゃあ YouTuber はさ違うじゃん、俺は盛らないよ、 YouTuber はさ盛らねえよ、俺は YouTuber は自分の思ってる感じを出すだけじゃん、なんで、うん、そうなのかな、それが YouTuber で金儲けじゃない、ありのまま伝えるっていう、伝えろ、そこがやっぱり商売人と俺は違うとこだよ、ああ商売人じゃないからね、あれ売人とは違うと、うん、俺も YouTuber でもないけどね、でも、うん、YouTube に、なんだお前は、 YouTube に出演してる、うん、サラリーマンか、男優、男優だわよお前もでも金目当て出てるの動画に、もう男優だよ、もともと金目当てだな、違う違う、釣りがしたいから出てんだよ、お前と YouTube を、うん、釣りのな YouTube をどんどん広げ、盛り上げたいから出てる、そうだよ、盛り上げたい、金のために金に釣られてお前俺についてきたじゃないか、違う違う、男優、違うか、うん、俺男優だよ、 YouTube 界の男優だよ、YouTube 男優って呼んでくれ、YouTube 男優菊池っていう、つけていいわな、あー YouTube 男優菊池って入れて、わかりました、じゃあまあ明日菊池さんの映画お願いします、うんうん、映画プリスボーン、プリスボーンってどういう意味だったっけ、ちなみに産卵、あ産卵産卵、プリスボーン産卵、うん、
散乱したらないかな。イメージとしてはプリスボーンっていうボーンって生まれる、ボーンくるのボーン生まれるみたいな感じのイメージ。そうそう、プリ太ってるってだから多分ね、イタリア語なのプリっていうのはその太ってるみたいな、でスボーンはその生まれるみたいな、ボーン、そうプリスボーンってその腹がボーンっていうのプリプリに誕生するってこと、ボーン、スボーン、だからボーンって BOR、 あの誕生っていう BOR、 BOR、 BORN、 ボーン、スプリスボーンっていうのは産卵って意味。勉強になりました。ということで今回本当にね、いやいや疲れたっていうか、明日の映画は楽しみよ、 YouTuber としてやらなあかんな。やっぱちょっと俺らもさ、自分たちのことをさ下にちょっと小さく言ってたじゃん。ああ、ちょっとあんま小さく言いすぎて謙虚だからね。謙虚だからさ、じゃあ人の気分だけ害したくないからさ、みんな立てなきゃいけないから、ちょっと最近ね、うん、自分を忘れてたね。嘘言っとったじゃん、いい人ぶったりして。本当の自分忘れてた。忘れちゃダメだぞお前。お前はやるやる、忘れるね、お前自分忘れない、やるぞ、やれよお前、任しとけ。